はい、ということで今回は宮崎県小林市細野にございます霧島峰神社に来ております。ということでもうね、いきなり出たのは、九州文化である石像仁王像でございました。そしてこれ今見えているのが三刀でございます。ということでまずは手水でね、手を清めてから向かいたいと思いますが、今回は神回ですよ。何しろね、本当に本当にかっこいいサムネイルにも出ていた龍柱龍柱さんを皆様にお届けいたします。ということで手を清めてください。はい、ということでね、今回はね、動画は短いんですがとっても素晴らしい動画になっております。ということでまずね、この手水の前にございますこちら、いつもね何かお供え物が必ずしてあります、一位菓子だと思います。はいはい、ということでね、一位菓子、御本殿のね前の方にもご神木がございます。ということでこちら霧島峰神社の御祭神は二々の御事とその配偶神この花咲夜姫、そして彦ほほでみの御事とその配偶神である豊玉姫の御事、そしてもう一柱二柱ですね、宇賀や吹合図の御事とその配偶神であります玉依姫の御事でございます。ということで今回先ほど申しました神会なのはね、龍柱とも言う柱とも言いますが、それをね皆様にふんだんに見ていただいて、その時間に参拝していただきたいと思います。そして最後にね、南九州だけではないんですが、南九州に非常に多くある田の神さというね、とっても可愛らしい神様を皆様にご覧になっていただきます。ということで今回参拝するのは霧島六社権現の、本当であれば本社中心のねお社であったと言われている霧島峰神社でございます。はい、私ね今現存する霧島六社権現すべて参拝に上がっておりますが、今間違いなく公開しているのは霧島神宮でございます。むちゃくちゃ綺麗です。もう最高の動画だと私は自負しておりますので、下に URL 貼っておきます。必ず見てください。本当に幻想的な素晴らしい霧島神宮さんをお届けできていると思っております。はい、ということでね、実は本当は六社権現、松空上人がねその基盤を築いたと言われておりますが、本来はこちらの霧島峰神社が本社中心だったと言われております。ただね、場所的に霧島の北と南で、南にある霧島神宮、実は薩摩藩のね当主である島津のお殿様はやっぱり近いということもありますし、まあ実際にすっごくね幻想的で素晴らしい神社ということもあるんですが、霧島神宮が本当は分社なのに本社のようになっているというふうに言われております。はい、ということでもともとはねこの霧島峰神社が本社だったと言われておりますので、ぜひとも楽しみにしていただいてご参拝していただければと思います。でこの後今ねすごく飾りが綺麗にしてあります。これを見ていただいた後、涼しい気持ちになっていただいて、もう公開する時には季節が涼しくなっているかもしれませんが、暑い夏、来年の夏でもね、聞いていただける、見ていただけるように涼しくなるので、何度も見ていただいて、そしてかっこいい龍柱龍柱さんを見ていただければと思います。どうですか。はい、ということで霧島峰神社さん、あとね1分ちょっとかなで、先ほどから言っている龍柱龍柱さんの前で参拝していただきます。そしてその後はとっても可愛い田の神様です。今回はね、2体の田の神様ご紹介しますんで、ぜひ見てみてください。こちらがねおそらく御神木ではないかと思います。一位菓子でございます。はい、樹齢400年と書いてあったんですけどね、太さは最初に見たものが太いんですが、高さはこちらが圧倒的に高く立派なね御神木でございます。そしてThank you.
はい、ということで拝殿の中に入ってまいりました。奥にあるのが龍柱龍柱です。この後ねアップした動画でご参拝いただけます。それではどうぞご参拝ください。はい、ということでご参拝いただけましたでしょうか。ということでね、これは田の神様でございます。あるね、とっても有名な、タレントさんに僕は似てるんじゃないかなというふうに思いました。はい、本当に有名なね、お笑いの方でございます。どうでしょう、着てる服はね、お公家さんのような服を着ております。はい、まあ残念ながらね、本当に残念ながらね、まあコロコロのことでね、お亡くなりになったね、私は本当にもう手がねゲームしてるような手になってると思うんですけど、まあね、志村けんさんに似てるかなと思いました。はい、ということで志村けんさんのご冥福をお祈りしたいと思います。はい、ということでこれ最後になります。まだねチャンネル登録してない方、田の神さんも含めて素晴らしい動画提供してまいります。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録してください。でもう一本ね見ていただいて、ご判断していただいてもと思います。先ほど言いました霧島神宮とか、見ていただければと思います。こちらも田の神様ですけど、どう見てもね大黒様かなと思います。ということで地域によっては大黒様、田の神様としても活躍しています。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。